22日午前7時40分ごろ、北海道豊浦町浜町の酒捕獲施設を備えた、インディアン水車公園、そばの酒訴状、訴状、水路や道道の周辺で魚卵が散乱しているのを、イブリ噴火湾漁協の臨時職員が発見した。伊達署は、酒が密漁されたとみて捜査している。 同公園は鮭が遡上する抜き別、抜き別、川の上流にある。当初などによると、水路と堂々の周辺は、うっすらと積もった雪に赤い魚卵が散乱しているのが目立ち、多数の人間の足跡も確認された。 同漁協が21日正午頃に現場周辺を確認した際は、魚卵や足跡はなかったという。当初は、何者かが鮭を密漁した可能性が高いと見ている。鮭の素性と捕獲風景が見られる道公園は、豊浦町有数の観光スポットとなっている。